パン作りで一緒に笑顔になろう。ふわっと世界一の幸せパンクリエイターあずみんです。今日も、パン作りをして素敵な食卓を毎日重ねて自分や周りの人を大切に幸せに来たいあなたへということで、とりあえず焼けるようになる食事パンコースの後半のご案内をしていきます。よろしくお願いします。パン作りを基礎から学び、美味しい手ごねパンでふわふわパンや手ごねパンランチプレートを作り、自分を満たし周りの人を喜ばせる幸せ空間を作るレッスンということで、よろしくお願いします。前半の動画では、こんな方におすすめとか、こんなお悩みありませんかっていうことで、お話をしていったので、この回ではもう少し具体的にですね、日付、価格、特典などをお伝えしていきたいと思います。このコースレッスンにつく特典で、物品のものをまず紹介させていただきます。初めてパン作りをする方にとっては、型を買うっていうのは結構ハードルが高いので、このコースレッスンで使う型については、送付させていただくという形を取ろうと思っております。まず第2回のふわふわちぎりパンで使う15センチスクエア型、それから、第5回の、コッペパンで使うコッペパン型、そして第6回の、食パンで使う食パン一斤型、そして、強力粉ですね。強力粉を買うというのも一つのハードルだと思います。外国産の粉をね、最初は使うのがすごくおすすめなので、今回はイーグルを送らせていただきたいと思っております。レッスンの時間以外につくものをご紹介していきます。6種類のパンのレシピ、そしてそのパン作りの工程サポート動画、オンラインレッスンの録画、付け合わせレシピのご紹介、オンラインランチ会、これは最後の食パンの会のみです。月1回のズームシェア会、 LINE 質問し放題ということで、こちらの特典を付けさせていただきます。今後の日程なんですけれども、2月の中旬から3月の中旬まで体験レッスンをさせていただき、その後特典を送付させていただき、4月スタートを計画しております。4月から6月までの日程は、2つの日程があります。水曜日午前中の日程、それから土曜日午前中の日程です。それぞれ、日時はですね、水曜日午前中が、いずれも9時からで、4月10日、4月24日、5月8日、5月22日、6月5日、6月19日でございます。土曜日の日程は、午前中9時からで、4月6日、4月20日、5月11日、5月18日、6月1日、6月15日となっております。はい。で、日程を選ぶ際の注意点として、水曜日午前中9時からの日程か、土曜日午前中9時からの日程か、どちらかを選んでいただくという形になります。どうしても参加ができない日程については、2回までは振り替えレッスンをマンツーマンで調整することができます。日程は相談して決めさせていただきます。2回以上は振り替えは受け付けることができませんので、レッスン録画や作り方動画を参考に、作ってみてください。それぞれレッスンの録画をし見られるようにします。レシピと作り方動画は事前に送らせていただきますので、材料や道具はそちらでご確認の上、ご自身でレッスン当日までにご準備をお願いします。ここがおすすめ推しポイント。推しポイントはですね、型などの必要な道具が一部ついてくるということ、そして基本が学べてステップアップができる。オンラインだから家でも学べるため、遠方でも受けられて交通費がかかりません。自分がいつも使っている道具やオーブンを使って作れるから復習がしやすいです。動画サポート付きだから、いつでも動画レッスンが見られて復習がしやすいです。日程的に参加できなくても動画とマンツーマンサポートがあるから安心です。
気になる価格は 49,800円となっております。はじめに体験レッスンを受けていただき、その後もう一度説明を聞いていただいてから、ご受講をお決めいただければと思います。よくあるご質問についてお答えします。材料をどう揃えたらいいですか？レッスンの開始前にレシピを送らせていただくので、そちらをご覧いただき、スーパーで買えるものを買っていただきます。参加を希望なのですが、どのように参加したらよいですか？こちらのサイトの体験レッスンはこちらのボタンより体験レッスンページに行き、そちらからお申し込みフォームをご記入ください。道具を何も持っていないので、何をどう揃えたらいいかわからないので不安です。必要な道具はこちらでリストを事前にお送りしますので、それを参照の上ご自身で、レッスン日までに事前にご購入お願いします。道具がないというか、そもそも電子レンジやオーブンもないのですが、それでもレッスンは受けられますか？このレッスンではオーブン発酵か発酵機での発酵を扱いますし、焼成はオーブンを使いますので、オーブンがない方はご受講いただきかねます。時短で作れるような作り方やレシピを教えてもらえるレッスンですか？このレッスンでは2時間半程度で焼き上がるパンのレシピになっています。手ごねで行い、パンのレシピは時短を特に考えていないものになります。普段ホームベーカリーを使って作っています。ホームベーカリーでもレッスンに参加できますか？申し訳ありませんが、こちらのレッスンは手ごねのパン作りのレッスンとなっております。4名までの少人数で行うレッスンのため、ホームベーカリーの方へのご対応はできかねます。参加されたいのであれば手ごねでご参加ください。キャンセルは可能ですか？申し訳ありませんが、一度ご受講を決めてくださった方のキャンセルは受け付けておりません。お申し込み前にご相談いただくか、しっかりご検討の上ご参加お願いします。当日参加できない日があります。どうしたらいいですか？他の参加者様もいらっしゃるため、日程変更はできません。サポート動画や当日のレッスンの様子の動画をお送りしますので、そちらを参考にされてください。振り替えを希望される方は、6回中2回まではマンツーマン対応が可能なので、個別に連絡をしていただき、そちらをご利用ください。その他、聞いてみたいことなどある方はですね、こちらの動画のコメント欄に書いていただいてもいいですし、LINE を登録していただいて、そちらからね、お問い合わせいただいても大丈夫です。気になることはぜひ質問してみてください。またコースレッスンについてはですね、ライブでも詳しく解説をしております。ライブのアーカイブもそれぞれ残っておりますので、よろしければそちらも合わせてご覧ください。お申し込みページや、体験レッスンのページもよく読んでいただいてご検討いただければと思います。では後半の3つのパンについてご紹介していきます。はい、第4回目で作るパンはお花形くるみパン。最初ね、くるみこんな感じなんですけど、これをローストしていきます。それでちょっと下処理をすると、明日もパサパサじゃないくるみパンが出来上がります。ここでの、学ぶポイントはくるみのパン生地への混ぜ込みの仕方です。この下処理の仕方と混ぜ込みの仕方をしっかり学んでもらうのが第4回になってます。お花形の成形も可愛いから、ぜひ作ってほしいパンです。はい、で、このくるみパンはですね、ここがポイントなんですよ。ここ全部見せるわけにはいかないんだけれども、でもどっかの動画で多分出しているから、あのやり方見ればわかると思うんだけど、くるみの混ぜ込みをしていきます。じゃじゃじゃーん。この下処理をしたくるみちゃんをですね、こんな風に生地に混ぜ込んでいくやり方をこの回では、お伝えしていきます。はーい、混ぜ込み終わりました。もうこれだけでなんか美味しそう。くるみパンって美味しいんだよな。はい、こんな感じでできましたので、一次発酵に入れてきます。見てください、このぷくぷくりんな可愛い子たちを。いやー、これね、本当に自分で作るとね、愛おしくてたまらなくなるからね、ぜひやってほしい。はーい、できた。
ましたよ。お花がだくるみパン成形前もめっちゃ可愛い。今日ね、いつもポクポクして可愛かったです。はい、では最終発酵に入れてこれで焼いていきます。はい、最終発酵が終わったので焼いていきます。いってらっしゃい。はい、焼き上がりました。かわいい、こんな感じ。お花型くるみパン完成です。はい、コッペパンはですね、第5回なんですけど、第4回までの生地より生地量が多くなってます。だんだんね、ステップアップしていけるように作っているのでですね、こんな感じ、ちょっと生地量多くても扱えるようになるようにしてます。第5回に作るパンはコッペパンです。ほい、かわゆい、かわゆい。もうね、自分で作るとね、愛おしさがね出てくるんですよ。このね、生地のね、触り具合もすごいんですよ。この配合とても良いと思う。ぜひ作ってほしい、ふわふわコッペパン。コッペパンの成形、コッペパンって市販のコッペパンみたいに綺麗に成形をするのがちょっとコツがいって難しいんですよね。だから今回はこちらの型を使って、初めての方でもまっすぐ綺麗なコッペパンが作れるように、これを特典でプレゼントしてます。はい、できました。芋虫みたいなやつ、これを最終発酵させて焼いていきます。こんな感じで、コッペパン完成しました。これを卵サンドにして食べていきます。こんな感じで卵サンドができます。なけなしのパセリだけど、緑がちょっとあるだけで綺麗になるので、パセリ真ん中にのせると素敵になります。食パンの回、第6回は食パンです。ふわふわ山形食パンを作っていく回になってます。そしてこの食パンのポイントは、1個はこねです。今みたいにこねていくんだけれども、このこねる生地の量が第1回のウインナーロールよりかなり多い。だからちょっとこねが大変なんですよね。だから第6回にしてます。ちょっと時間がかかるし、ちょっと力が必要になってきます。叩きこねもこんな感じでどすこいって感じになっちゃうよ。でもこれがね、まあいい感じになっていくのよ。可愛いからね、だんだん量が多くても可愛いと思えるようになっていくのよ。ほい、はい、食パンの生地を一次発酵した後丸めていくんだけど、この音が最高。もう本当に最高だから、これやって、これやって、本当にいいから、これ、感触もいいしね、最高だから。やってほしい、みんなに。はい、
い、こんな感じで型に入れていくよん。俵型にして発酵させて焼いていくんだよん。食パンは最終発酵が結構ポイントです。この発酵の見極めをしっかりしないと高さの出る綺麗な食パンにならないので、ここもお伝えしてきます。はい、焼き上がりました。こんな感じです。ふわふわ食パン、いかがでしたでしょうか。毎日食べるね、食パンとかがやっぱ作れるようになるとですね、市販のパンをね買わなくてももう大丈夫だし、自分でパンを作るようになると、もうパン屋さんのパンよりもね自分のパンの方が美味しいから、毎日ね自分でパン作りたくなってきます。だからね、ぜひ作ってみてほしいなって思うので、このコースレッスン気になる方はですね、ぜひ体験レッスンにお越しください。体験レッスンについてはですね、体験レッスンのページがございます。そちらをご覧いただきましてですね、そちらのお申し込みフォームから体験レッスンに申し込んでいただく形になっております。で、1月27日募集開始といたしますので、そちらの日にもうお申し込みフォームがオープンになります。体験レッスンのメニューは丸パンサンドになっております。サンドする具材もね、簡単に作ったり紹介したりしながらですね、パン作りの工程を、体験していただくっていう感じの回になっておりますので、ぜひね、これから暖かくなってピクニックに持っていくのにもぴったりのね丸パンサンドなので、体験レッスンお越しいただけると嬉しいです。それぞれのね、コースレッスンのこのサイトと、体験レッスンのサイトと、ライブのリンクは概要欄に、つけてありますので、より詳しく知りたい方は、そちらのページやライブをご覧くださいませ。最後まで見てくださってありがとうございました。